あ、俺か。いきます。はい、どうも、ハチウリマスです。え、何もやんの？あ、忘れてた。どうも、まゆゆですって。オッケーです。まゆゆですって。絶対バカにしてますよね。いくで。どうも、ハチウリマスです。まゆゆです。はい、今回はね、ちょっとまゆゆさんのここの髪の毛見てもらったらわかるんですけど、ちょっと緑っぽいのわかるかな。で、もともと何色に染めたかったんだっけ？青に染めたって。で、青に染めたかったんやけど、なぜか緑になってしまったっていうね。で、僕もこの髪の毛染めてた時に、最初ね、青にしようと思って青を染めたら、なんか緑になっちゃって苔みたいやなみたいな感じ、前に言われてすげーショックやった経験があったんですよね。で、多分今まゆさんもそういう経験をしてて辛い思いしてると思うんですけど、今回はね、そういう緑じゃなくて綺麗に青に染める方法をやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで今回は、こちらのショッキングブルーと、ライラックっていう色を混ぜていきたいっていうか、最初に黄色の反対色を入れると綺麗な青になるんですよね。なんでそういうね、ブリーチした後の金髪の色にいきなり青を入れると緑になっちゃうんで、最初にこのライラック、濃い紫を入れた後に、こちらのショッキングブルーで、色を入れると綺麗な青になると思うんで、早速やっていきたいと思います。で、綺麗に染まらんかった場合は、まあ、この動画ボツになりますんで、まあ、その時はね、お察しください。はい、ということでね、髪を濡らした状態の方が塗りやすいんですけど、はい、濡らん方がこの色が深く入りやすいらしいです。なんで、まずはね、この眉毛の髪の毛に、ライラックを入れていきたいと思います。はい、それじゃあね、まずはこの黒い髪をどけて、やっていきたいと思います。これで、とりあえず30分ぐらい待ちたいと思います。はい、ということで今ライラック入れた後なんですけど、見てわかるとおり、なんかすげえもうほぼ青っていうね、すげえこの色、ほらやべ。で、ちょっとまばらになってるところがあるんで、一応ね、ここの上から、ショッキングブルーを入れてさらに青みを増していきたいと思います。はい、ということでさっきの髪色に、ショッキングブルーを入れてこんな感じの色になりました。結構希望に添えた色になったんじゃないかなっていう感じですね。めっちゃ綺麗ですね。こっちも、はい、まばらやったんがちゃんと綺麗に全部入ってるって感じです。ありがとうございます。はい、はい、ということでこんな感じに綺麗に青に染めることができました。皆さんもね、青に染めたい時は先に、紫を入れてから青を入れるとこういう風に綺麗に染まると思います。はい、で、今回はね、髪を染めるっていう動画だったんですけど、僕のチャンネルのメインは、まあ、爬虫類とかキチとか僕が飼育している子たちの動画だったり、あとはね、昆虫採集してみたっていう動画とかもあるんで、よかったらチャンネル登録お願いします。この動画が、いいなと思ってくれた方は、高評価ボタンぜひお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。